こんばんは、みきこチャンネルのみきこと申します。よろしくお願いします。今日はアクアリウムの動画を撮りました。まずはですね、銀ちゃん水槽から。銀ちゃんのこの尻尾がですね、以前に比べてものすごく良くなりました。まだちょっとバラバラにはなってはいるんですけども、以前に比べたら本当に揃ってきました。この子ね、ストレスとか多分ペーハーが合ってなかったのか、環境があんまり合ってなかったのか、自分で自分の尻尾を噛んでしまう癖があって、すごくボロボロしてたんですけど、薄い塩を入れたりとか、赤虫をあげたりとか、頻繁な水替えでここまで良くなりました。でこちらです。今日からこの2匹がですね、メスの2匹が一緒に混泳することになりました。最初はね、どうなるかなっていう心配がすごくあったんですけど、見ていただくとお分かりのようにものすごく仲良くって、飼い主がびっくりしてるぐらいなんですけども、もう今日の朝の6時ぐらいに混泳開始したんですけど、ずっとお互いがお互いをつけて回っている状態なんですね。どっちかが移動するとどっちかも一緒になってこうやって移動するっていう、なんか一緒について回ってるんですよ。でこうやって指とかをこうかざすと、ミツさんの方がまずは敏感に反応してついてきてくれて、でそれに合わせて姫ちゃんも何々みたいな感じで来てくれるっていう感じで、すごい可愛いんですよ。なんかね、メス同士でもやっぱり個体差があるらしくて、2匹にしたりした途端片方強い方が片方を殺しちゃったりとか、威嚇してボロボロにしちゃったりとかするらしいんですけど、この2匹は本当におっとりした性格なもの同士だから、本当にどっちも威嚇することもなく、威嚇どころかお互いに体をすり寄せ合って遊ぼうみたいな感じで一緒に泳いでるので、まあすごいその光景が微笑ましくて、そして可愛くて見ていて癒されます。でもね、一応プライベートを大事にする魚さんなので、ベタさんっていうのは中に入れてる水草をちょっと増やしました。それで各自のスペースを取ってあげられればいいかなと思ってちょっと入れてみました。でもね、なんか見てる限りは全然すごい仲良くて、なんかお互い一緒の空間にいるものの、どっちもね、どっちの行動も気にならない様子で、常に一緒にこうやって行動してます。なんか一緒に泳いでますね。こうやって今もアフレコしている最中に横に水槽があるんですけど、一緒になってやっぱ泳いでます。並行して泳いでます。私はまだアクアリウム始めて本当に日が浅いのでわからないんですけど、こういう仲がいい状態で泳いでるっていうのはいいことなんですよね。多分いいことだと思うんですけど、で以前はてか今日の朝まではこの隔離水槽の中にミツさんの方が入ってました。で隔離水槽を取って、で水槽の中に浮かべてて、ミツさんのタイミングで出てもらおうかと思ってたら、なんとその隔離水槽の中にヒメちゃん自ら入ってきて、やばいかもなって思って見てたんですけど、なんかもう全然ウェルカムな感じで、ヒメちゃんもおいでよみたいな感じでミツさんを誘って、でなんか意気投合してました。でこのミツさんの尻尾ね、ものすごい最初は綺麗だったんですけど、お見合いでちょっとね、銀ちゃんとうまくいかずにここまでボロボロになってしまったんですけど、でも再生してはいるんですよ。透明なヒレが見えてきて、で今は塩を若干入れたりとか、でやっぱり赤虫をあげたりとか、であとは頻繁な水替えを心がけています。多分ね、良くはなってくと思います。リンちゃんもお尻かじり虫だったリンちゃんもヒレの再生がすごい早かったので、半月ぐらいで再生し始めたので、ミツさんも
1ヶ月のそこらでちょっとは良くなるかなと思います、うん、銀ちゃんもこんな感じですからね。でもこの2つの水槽の間にはしっかりと仕切りがしてあります。お互いにフレアリングしちゃうのでそれは避けたいなっていうことで仕切りをスケッチブックの茶色いスケッチブックを仕切りにしてます。黒いと自分の姿を見てフレアリングしちゃうので。でこの松もがですねすんごい伸びてすごい成長してるんですよね。ものすごい長くなりました。でこのブラックウォーターにするためのマジックリーフもう若干ちょっとボロボロになり始めたのでそろそろ替え時かななんて思ってますが、どうなんでしょうか。アクアリウム経験者の方に聞きたいです。どのぐらいの状態になったらマジックリーフって変えた方がいいでしょうか。まあでもこうやってね一緒になって泳いでくれてる姿を見て飼い主としてはものすごく安心しております。もっと喧嘩しちゃうかなとか思ったんですけどそうでもなく全くもって問題なく一緒に泳いでくれてるの でこの真ん中にあるガラスの入れ物に2匹で入ってなんか楽しく遊んでましたよ今日の朝は。でこうやって餌見せるとすごい反応するんですよ。うわー餌だーみたいな、なんか餌をまるでいつもあげてない子たちのように反応してくれるんですけどね。いや適当に出しましたってこぼれ落ちました。まあでもこぼれ落ちたやつをあげます。でここからが問題なんですけどね、姫ちゃんの食欲が半端ないんですよ。みつさんと姫ちゃんにはいどうぞってあげてるのに姫ちゃん全部取ってっちゃうんですねこうやってね。えっていう感じでみつさん見てる。ええっていう見方してますよねみつさんが。食べたしょ今みたいな、私の分ないんですけどみたいな、みつさんポカーンですよね。だからもうそういうちょっと姫ちゃんのがっつき具合に私もちょっと困惑しております。なのでちょっと離れたところにみつさんの分を置くとなんとかみつさんも食べれます。それを横取りするってことはないです姫ちゃんもね。まあでも食べてる姿見ておいっていう感じでお前今食べただろっていう状態なんですけど、うん、まあでもそこも別に問題なく。で銀ちゃんはまあ一人優雅に食べてますね。この食べてる時の音が何とも言えないサク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 っていうんですよ。最初その音聞いた時に若干ビビりました。え歯があるのっていう、うん、で指入れた時にかぶって噛みついてきたんですけど明らかに歯があるような感触でした。痛かったです。ベタ怖えなって思いました。その時にちょっと見えこんな感じで3匹とも可愛いです。今日も可愛いです。でこの中にコリドラスを入れたいなって思ってるんですけど、よかったらアクアリウム詳しい方に聞きたいんですけども、この水槽30×30 のキューブ型と 20×20 のキューブ型なんですけど、コリドラスって1匹ずつでいいんでしょうか。 1匹ずつ入れれば十分なんでしょうか。お掃除屋さんが欲しいんですよね。やっぱり糞とか取りきれないのでちょっとお掃除屋さんがそろそろ必要になってきてるんですけど、ここにコリドラスを1匹入れちゃうと過密水槽になっちゃうのかな。過密水槽になっちゃうと嫌だなっていうのだけはあるので、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。コリドラス入れていいのかどうかっていうのをアドバイスいただけたら嬉しいなと思います。まあでもねこんな感じで仲良くやってくださっている仲良くやってくれているのでとても安心しております。今日は多分この動画はここまでで終わります。私ミキコはですねツイッターもやっております。ツイッターの方ではこの銀ちゃん、みつさん、ひめちゃん3匹の情報や私イラストレーターをやっておりまして、イラストを描いていてそれを載せたりとかもしておりますので、よかったら JSMTMMM で検索をしてみてください。よろしくお願いします。いやーでもそれにしてもねやっぱりこのガールズ水槽を見てて癒されるし、銀ちゃんは銀ちゃんで今日も可愛いです。カメラを寄せるとこうやって来てくれるところがね本当に可愛いですね。はい、それでは皆さんここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。